旧和田岬灯台。灯台の後ろの建物はシーパルスマ。和田岬灯台は兵庫県神戸市の和田岬に建てられた灯台である。1964年に和田岬からスマ海浜公園に移設保存されている。1867年4月幕府は英国との間で結んだ大阪条約の中で5基の洋式灯台の建設を約束した。 和田岬灯台はこの中の一つで、兵庫の開港を前に設置されたものである。初代の灯台は1871年に完成し、1872年10月1日に、初点灯された。この時の建物は八角型の木製灯台で、後に1884年2代目となる、鉄製灯台に改築され、1963年に廃灯になるまで、 神戸発の水族館、和楽園水族館や和田岬崎砲台などのあった和田岬に設置されていた。現在残る鉄製の灯台は日本の灯台の父と称されるイギリス人リチャード・ヘンリー・ブラントンによって設計されたもので、高さが15.76メートルの3階建て、初代とは異なって六角形の形をしている。 またこの二代目灯台は現存する日本最古の鉄製灯台で歴史的文化財的価値が高く、1998年には旧和田岬崎灯台の名称で国の登録有形文化財に登録された。地元周辺の住民には石灯台の愛称で親しまれている。ありがとうございます。